葉山公園は福島県郡山市にある都市公園である日本の歴史公園100選に選定されている。江戸時代、郡山が村から宿場町へ昇格した記念に作られた公園。全体的に松の林が広がる日本風の庭園。面積は2.2ヘクタール。古くからあったことから松尾芭蕉や遊女などの区費、用途慰霊費。 従軍記念碑など数多くの石踏みが残されているほか、二十三夜、等、戦没者慰霊塔や、疎水の分水、葉山の滝などのモニュメント、水神や、微財天を祀る祠、葉山神社なども存在する。旧日本末藩主、庭長賞の馬場としても知られる。1824年、郡山村が宿場町として昇格した記念に作られた公園が母体となっている。 それをもとに、明治の初め、町内の有志たちの手によって、現在の公園の形に造成された。当時は京楽園と呼ばれた。1882年、朝霞疎水の完成を記念して、葉山の滝が建設され、通水式が行われる。1949年に都市公園に指定される。1965年4月1日正式に開園。 1989年には、ふるさと生き物の里百選に、また2007年には、日本の歴史公園百選に選定された。園内には、葉山の滝という滝が存在する。この滝は、1882年に完成した、浅香疎水を記念して作られたものである。通水式では、歌舞伎や舞踏会などが行われ、かつてないほどの大変な賑わいを見せたという。 1991年、渦漏れていた滝が復元され、滝見台が整備される。2002年に、朝霞祖水葉山の被爆の名称で、国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。